さすがにこれ乗ったらダメだよ。ここから先はいけないよ。私も行っちゃダメだよ。おめえ何しに来たんだってなるからね。さあ、うん、おう。席、次まで出ちゃってもいい気がしてきた。いや、あとしんどい、やめとこ。あ、でもその方が本数あるか。だったら俺何のためスマートインター出た。シリーマトレッツ。あー、どうしよう。いや、今のこのしんどいテンションで関の峠を名阪国道ビュンビュン車来るところ行くは危ない。次の駅前コイパーキングある知ってるよ。知ってるけど、そのコインパーキングにたどり着くまでに越えなきゃいけない眠気がある。安全最優先よ。安全最優先なら今日撮ってるんじゃねえってね、いうツッコミはねなしだよ。つか全然奥まで来てんじゃん。そうじゃん、全然全然考えたらルートイン、のところからは駅全然さっき側の方だったもんな。あれか、後で答え合わせ一応しとくけど、多分先に走ってた道左に曲がったとこまでは実は間違ってなかった。その後ずっと走って、そのままずっと走り続ければよかったはずだ。そうだ、それが最適解ではなかったかもしれないけれど、こんな大失敗にはなってなかったはずだ。だって30分かかってんだもん、あそこから。おかしいよ、おかしいよ。山田さん、とても三重県民とは思えない。喋り方も。どうなっているよ。ああ。これ、亀八か。今年、ああ、そうか。12時だもんな。ああ。この看板何の意味がある。でも何もないじゃないか。それでいいのか。それでいい。そういうもんだよ、人生は。うん、ああ、ただただ眠い。さあ、4分後に電車出る。絶対間に合わない。よし。吉野家牛丼。大盛り食ったら寝るね。大盛り食ったら寝るから、そこは押さえとくよ。なんだこのノリ。なんだこのノリ。大丈夫か、本当に高台車つくか、これ大丈夫かな。あーあはははははは、はい、ね、ボス出てきた。駅はここ曲がったら行けるところはへんよっていう感じのところが、ここからもう行けって入ってたはずかな。
吉野家パトク12時混んでそうだな。混んでそうだけど。か。吉野家なら逆に混んでても早く食えるよね。それが吉野家の魅力。人はなぜ牛丼を食べる？それは早い、それは安い、そして美味しい。だから我は行く。その先の吉野家へと。なんか食べ終わったら眠くなってそのまま隣の快活で出てよ。そのままこの企画終わりそうで怖い。それでもいい気がしてきた。なぜなら結構眠い。朝牛セットはさすがにもうないね。おしおも混んでるね。うん。さあ、聞き込みしっかり確認しようね。眠いときは気をつけないとね。おー、混んでるね。やっぱし混んでるね。でもこんなに混んでてもすぐ食べれるのが吉野家のはず。え、こっち急にしたもんな。間違っててもおかしくはない。でもどうせ気に立て1時間待ち。ならどうする？吉野家食べる。それが牛丼を愛する者の宿命である。牛丼食ってきます。ここまで言ってて間違えて親子丼頼んでたらどうしよう。いいや、それはそれで美味しい。よし。